と亀おめでて集まったまいやっと亀だなもどの辺いますかね。真ん中のタワーみたいな、メイコーさんどうすか、ミュージックはハーコーのコーナス具沢山でグッ物足りないなら替え玉行く生バリカタからやわまり。お疲れ様でございます。楽しそうに飲んでお疲れ様でございます。ブラボー、ユータ、ユータ、はい、ブラボーと思います。ありがとうございます。おーい、ブラボー全然見たくないなんかブラボーさんフリースタイルできますか、この桜が知ってるところで。絶対滑るからやだよ。じゃあミュージックビートもないの。あ、ビートお願いします。ビートお願いします。ビートあるんだわ。あ、やばい、すごい、すごい。あ、ビートお願いします。いいね。今ビート欲しいよね。絶対ビート欲しい、ね、絶対欲しい。今絶対ビートとか欲しいんだけど、もうちょビート、あのあれですよ。早くこれのブルートゥースにすればいいの。のブルートゥースじゃない。ちょっと5分待ってください。はい、カメラ入っちゃっていいですかね。あ、分からん、いいんじゃないかな。メモがいいですよ。了解です。名交際はもう11年、もうすぐ11年になる。サイファーは多分名古屋のあたりでは一番早いし、はい、そんなにサイファーとかラップをしとるやつはあんまりいなかったかもしれないね、今みたいに。あ、そのKリーとビートがそれは初めて、はい、でそのムーブメントを、まあ、BBQ でみんなでフォローして、はい、まあ、長い間やれとるような感じ。月1もコンスタントに、うん、毎月第2日曜日の昼間っていうのがなかなかいいかなと、はい、まあ、今となっては思う。はい、呂布カルマとの出会いは多分最初はクラブで一緒になったと思う。イベントが、はい、一緒になってな、まあ、ちょっと調子こいたやつだなとは思ったけど、はい、まあ、今と一緒で尖っとったと思う、その時から。あ、でそっから2回目に名工サイファー来て、はいはい、でその時に、はい、なんか、まあ、呂布カルマが泥酔して、はい、すげえその酔っ払い方がめちゃおもろくて一気に仲良くなったというか。あ、うーん、まあでもその形は変えながら多かれ少なかれずっとあったもんで、上がり下がりは、はい、だそういう意味では、はい、まあまあ別に、はい、そのやっとる人んたが道すら間違えんかったら、はい、まあ、かっこいいもんだけ残っていくかなとは思うけど。でもそれこそ10年ぐらいかな、バトルは。あ、じゃあまだ日本じゃそんな当時どうだったんですか、10年前。当時はやっぱね、ホークがダントツに強かったね、はい、あと大阪の赤い眼鏡友禅ってやつとか、はい、あの辺のシーラカンスとかそういうやつらおったね、はい、まあ、エロンとかあの辺も、はい、インフミの人のターンも強かったし、はいはい、あと東京だったら誰かな、それこそチンザドープネスとかかな。あ、まあ、今になってそういう文化が爆発したみたいな。うん、まあそうだね、バトルは本当そうだよね、ここ2年ぐらい、1年、はい、2年ぐらい。一番は、はい、その現状として、はい、まあ、俺も含めカルマとか、はいはい、まあ、KD とかビートとか、はいはい、ベースとか、はいはい、ベースそういうやつを含め、はい、もう30代が多いで、はい、やっぱり20代前半なり、あ、はいはいはい、10代後半なりでめちゃめちゃ強いやつが出てくるのが、はい、
まあ、一番いいかなとは思うけどね。名古屋にもいろんなそういうサイファーシーンが今できてますよ ね、うん、そういう名古屋の若手はどうですか。名古屋若手、ま、基本的にうまい子は多いよ。ラップがうまい子は。ただそこを一枚飛び抜ければ、はい、それこそレッコとかみたいになるし、はい、あ、なんか飛び抜けるもんがある子が、まあそうめちゃめちゃおるかなとは思うけどね。ちょ待って、音これ鳴ってんの？鳴ってないよ。音流してくれてる。音鳴ってないよ。こっち鳴る。音大きくしてください。音大きくするの。あ、ちょっと待って。何がいい？いや、何でもいいっす。はい。違う。まあ違うですよね。もうちょっとやっぱ BPM 速い方が盛り上がる。それ違う、それも絶対違う。これコサの、コサのビートがこれにして。いやいやいや、ブラボーオンダーセット、楽しんでいこうぜ。もうもう散るにゃそう一息手前、葉っぱも出てきたとこ、桜来る前から行くぜ。そう音ならこのまま流すまでに、グダグダの時間があったからこそ出してく、まるで宝みたいなもん。酒飲んでこう、あえてイヤディグ掘り出して、この音どこまでだって伝えてくだけ。ドキュメントだからあえてするフリースタイル、滑るのだって100も承知さ。俺はこのまま出して、まるで承知するぐらいだもん。勝利はこの先、そうそう酔っ払いの先輩二人に絡まれだけだけど、これもしょうがない。サンデーいつだって口挟んでる、次々酒が回ってくる、まるでカーニバル。誰が犯人、いわば昨日の疲れも今日の酒のあてだって揺らしてきたてじゃねえ。 I'm a BRVOO コサのトラックで会えてするラップ、いつだってフリースタイル。 DJ ウジオンダーセット、揺らせてだけの話、桜散る桜舞い散る頃、揺らしてくこの音何回も言う HIPHOP。 これがヒップホップ、どこまでも伝えてだけの話、待ったなしゃ頭から最後まで。揺らしてこれならイエスだって最高潮だって、だってじゃない、ただくぜ No.1 MC 俺が BRVOO。うよかった、どんどん入りすぎた。